タイ・ブルーマーズ3戦目。ブルーマーズの実質的司令塔である白岡ヘッドコーチによるベンチ内の盗聴で苦戦を強いられるリカオンズと徳地東亜。そうか、その手があったか。やられた分はきっちり返す。しかしボールボーイに隠された盗聴器を発見した徳地はこれを逆手に取って白岡を翻弄。7点のビハインドを跳ね返し、その差3点に詰め寄った。さあ7対4のまま迎えた8回の表、リカオンズの攻撃。フォアボールのランナーを置いてバッターボックスは近藤。あーっと、近藤は早くもバントの構え。よしよし、ここは手堅く送るぞ。送りバントか。ピッチャー第9投げた。あーっと、近藤打った。またしてもバスターエンドラン。なんだと。ランナー1、2塁、リカオンズまたしても裏をかいた。特殊、いけるぞ。完全に奴らハマってる。白岡さん、こんな連中に俺の作り上げたシステムを潰されてたまるか。このシステムは俺の野球人生の全てなんだ。子供の頃から俺と兄は共に野球選手を目指し、兄弟でバッテリーを組んでいた。だが学生時代、プロを通して常に天才ピッチャーとして称賛を浴びる兄勝郎の陰で、俺は大した成績も残せず現役を引退。ブルーマーズ二軍コーチに就任したものの、ますます開いていく自分と兄の差。そんな俺がやっと掴んだチャンス、それがこのトリックスタジアムなんだ。弱小球団の立て直しを図るオーナーの打ち出した計画、マーズスタジアム不落城化計画。それは建設中の新球場をマーズスタジアムのホームチームブルーマーズが圧倒的に有利になるよう、球場内にあらゆる仕掛けを施すという大胆なものだった。俺の才能を評価し、この危険な企ての指揮を任せてくれたオーナーに応えるため、俺は己の持つそれこそ全てを注ぎ込んだ。金や地位の問題ではない。ただ兄への劣等感から抜け出したい、その一心から手段を選ばない大胆な計画は進められた。マーズスタジアムには相手チームのミーティングルームやロッカー内に最先端の盗聴器が取り付けられ、敵チームの機密情報はほぼ掌握。そしてその情報を選手に伝達するため用意された巧妙な発信システムとスパイ、こうして新生ブルーマーズは万年 B クラスから脱出、2年連続2位と大躍進。それに対し兄の率いるバガブーズは事前予想に反し低迷。あとは王者マリナーズを追い落とすのみ。栄光は目の前にある。最下位チーム相手に俺の野球人生の全てを注いだこの球場でつまずくわけにはいかんのだ。いったー、三遊間を抜けた。リカオンズ1点追加。これで7対5、その差2点。よっしゃ、あと2点。なぜだ、なぜ連中ことごとく監督の指示を無視したような行動を。また俺のサイン無視かよ。どいつもこいつも、まあヒットになってますからね。あと2点、
せめてあと2点取るまで奴らが気づかなきゃいいが。大丈夫っすよ、全然その気配ないじゃないですか。あ、冴島コーチ、サイン出すとき特地と重なってスライドサインが見えにくいんで。もうちょっと前目に立ってくれませんか。はぁ、スライドサインって何よ。何って、さっきベンチのサインは特地のサインに従ってスライドさせるってメモが。やべえ、井出口、あいつを止めろ。え、知らねえ、いつそんなメモ回した。いつってさっき。藤田くん、あのね、さっきの君のバッティングフォーム、小島さんがアドバイスしてくれるからこっち来たまえ。そういうことか。その後、リカオンズは2者続けて内野ゴロ。そしてストライク、バッターアウト、見送り三振。リカオンズ後続を抑えられ、この回1点止まり。徳地、ああ、さっきのでバレたな。クソ、2点差まで詰め寄ったのに。そうがっかりすることもない。ん、2点差まで詰めれば上出来さ。その裏、ブルーマーズはランナーを出したものの、ワンポイントリリーフでマウンドに上がった徳地によって後続を打ち取られ無得点。7対5のままゲームはついに最終回を迎えた。そしてブルーマーズ選手の交代をお知らせします。ピッチャー田村に代わりましてウィリアムス。ウィリアムス、いけいけ。さあ、2点差で迎えた最終回、リカオンズの攻撃。ブルーマーズのマウンドにはこの男、守護神ウィリアムスが満を持しての登場です。知恵を絞っていろいろ小細工したようだが、ジ・エンドだ。待ってたぜ、インチキナックルボーラー。ここからが本当のゲームだ。ああ、やっぱり出てきたよ。あと2点なのによ。心配すんなって。あいつのナックルはインチキだって徳地が証明したろ。そうか、そうだったよ。あれ超インチキボールだったんだよな。そういうこと。で、そのインチキボールだけどどうやって攻略するんだ。それは徳地、なんかあるんだよな、あのナックルを打ち返す方法。キャッチャーすら6スポ取れないボールだ。前に飛ばすことすら無理だろうな。なあ、なんだよ。結局打つてなしかよ。打たなきゃいいだろう。え、偽ナックルは捨てて他のボールを打つ。やつは偽ナックル以外は全部カス玉じゃねえか。おっと、三原監督も勝負をかけるか。なんと先頭バッターに代打小島だ。うちのやつ、ここで代打小島、何考えてんだよ。あのな、偽ナックルを捨てるってそう簡単にはいかねえんだよ。なんでだ。やつのシンカーだよ。これがスピードも途中までの軌道も全く同じで区別がつかない。じゃあシンカーも捨ててストレート一本で勝負すればいいんじゃね。やつのシンカーは絶妙のコントロールでストライクゾーンに入る。カウントを追い込まれるのが関の山だろうな。うわあ、じゃあどうすんだよ。ウィリアムス第1球投げた。ストライク、初球からナックル。ボール、ボール、3球続けてナックルだぜ。ボールカウント1、2バッティングカウントになった。さあ小島どう出るか。なんだ小島さん、ストレート狙いか。ミスター小島、日本を代表するナイスバッターと聞いていたが、大したことないな。徳地、ストレート狙いバッチリ読まれてる気がするんだけど。それでいいんだよ。え？さあバッター小島、カウントはワンツー。ウィリアムス、次は何で攻めるか。ストレート一本狙いとすれば
緩い球ならどちらでも通るが、ここはシンカーで確実にカウントを取ろう。アウトローいっぱいならバットを出してもいいとこファウルだ。ウィリアムス第4球投げた。あっと、またしても緩い球。ナックルか。いや、シンカー。打ったホームラン。打球は場外へ。三原監督代打的中。これで流れは変わるか。小島、点差を1点に縮める。貴重な貴重な超特大アーチ。いいぞ小島。うそ、どうなってんだ。小島はストレートなんか狙っちゃいない。最初からシンカー一本狙いだったのさ。だけどシンカー待ちで、どうやってナックルをあんな自信満々に見送れるんだ。やつのシンカーは途中までナックルと全く同じなのに。ところが簡単に区別がつくんだな。え、マジ？なんでだ？投げる瞬間に癖が出るとか？いや。じゃあどうやって区別するんだ？やつのナックルは細工したボールを使う。つまりあのバッテリーはグラウンド内で普通のボールと細工したボールを隠し持っているってことだ。え？問題はピッチャーとキャッチャーどちらが隠し持っているかってことだ。そりゃキャッチャーだろう。プロテクター、でかいミット、隠し場所はいっぱいあるからな。そう、キャッチャーの沢村がボールを隠し持ち、ナックルを投げさせるとき普通のボールとこっそりすり替えてウィリアムスに渡す。あ、つまりウィリアムスに細工したボールが渡った時点で次の球はナックルしかないってことだ。なるほど。待てよ、でもウィリアムスが今細工したボールを持っているかどうかなんて分かんねえだろう。分かる。あ？キャッチャーだ。キャッチャーがボールを返す時を見れば分かる。どういうこと？考えてもみろ。細工したボールは誰が投げたって揺れるんだ。おお。揺れるのを防ぐためにはボールの中心と重心を結ぶ線がまっすぐなるように投げなきゃならない。だからキャッチャーはボールを握り直す必要がある。正解。沢村のやつ不自然なくらい握り合わせに屈伸してる。つまり誰にでも見破れるってことは。勝てる。おっしゃ、いけるぞこの試合。この流れでガンガン攻めようぜ。誰だ次のバッターは。行ってきます。徳地。徳地、ウィリアムスのシンカーがナックル打ち返す秘策とかあるの？まあどうにかファールくらいにはできるさ。ダメじゃん。心配するなって。俺で必ず同点にしてやっからよ。は？やつの決め球、インチキナックルの弱点をついてな。やつのナックルの弱点、そんなのあるのか？揺れること、それが最大の弱点さ。リカオンズバッター特地。さあ1点差まで追いついた最終回。この場面でリカオンズは代打を出さず、特地をそのまま打席へ送ります。監督、ここはどう考えても代打でしょ。なんで特地なんですか？だって絶対に同点にするって言うんだもん。何を考えているんだお前らのボスは。簡単じゃねえか。お前程度のピッチャー攻略するのにわざわざ代打を出す必要ねえってことだよ。ストライク、ストライク2。あーっと、2球続けてのストレートで徳地瞬く間に追い込まれました。あの野郎、余計な挑発なんかするからだ。思いっきりウィリアムス本気モード入ったじゃねえか。口ほどにもない、次で終わらせてやる。ウィリアムス第3球投げた。進化。おーっと、特地かろうじてファールで逃れました。当てることくらいはできるか。
ファール、ファールです。特地粘ります。ツナシンから3球続けてファール。いくらシンカーをファールして粘ったって、ここでナックル投げられたら終わりじゃねえか。あれバットにかすりもしないんだぜ。いや、どうも特地はそのナックルを待ってるみたいだ。えあいつのバッティング、明らかにわざとファールしている。おそらくナックルを引き出すためにな。まさか。俺もそう思う。あいつウィリアムスのナックルの弱点を作って。弱点？揺れることが最大の弱点だって。よし、今度できっちり終わらしてやる。おい、今沢村握り直したぞ。次がナックルだ。次の一球が勝負。ウィリアムス第5球投げた。うわ、よりによってコースバッチリ。見逃したら三振じゃん。当たれ、当たってくれ。あー、やっぱり予想通りかよ。いや、これが特殊の狙いだ。あー、特殊振り逃げ。何？バカな。ウィリアムスのナックルはキャッチャーでもしっかり取れない。そこを逆手に取って振り逃げを狙った。でもファンブルが小さい。これじゃアウトだ。あっと、キャッチャー一塁に投げられない。セーフ。変やな、なんで沢村は投げんかったんよ。タイミングは悠々アウトやったろ。そうですよね、間に合ってましたよね、石本さん。それに今の特殊、最初から振り逃げ狙っとったみたいやな。キャッチャーがボール弾くの確認もせんと走り寄った。どういうことだ。そうか、握り直した。握り直してる間のタイムロス。だからあのタイミングで走ってもセーフだったんだ。特殊はそこまで計算して。すげえ。でもよ。自分で同点にするって豪語してたから、ホームラン級の秘策があんのかと思ったけど、結局一塁に行っただけじゃん。すやんまな。わからないのかお前ら。え？これがホームラン級の大技だってことか。うん、悪い悪いウィリアムス、攻め方を変えよう。ナックルは見せ玉にして、ウイニングショットはストレートだ。そう言ってキャッチャー沢村はナックル用のボールをウィリアムスに渡す。それをこの男は見逃さない。さあ、同点のランナー特地を一塁に置いて、バッターは代打岡崎。三原監督、特地に代走は出さないようですね。これじゃウィリアムスにプレッシャーかけられへんよ。そうですね、相変わらずよくわからない三原サイド。特地走った。何？あ、アッカンブリゲー！なんで盗塁やねん！ピッチャーモーション起こしてねえじゃん！挟まれてミスミス死にに行くだけだろうが！いや、おっと！ピッチャーウィリアムス、セカンドへ投げない！どういうことだ？特地悠々セーフ！いやー、驚きました。特地の一見無謀とも言える盗塁、大成功！しかも先ほどの沢村に続き、ウィリアムスもセカンドに送球できませんでした。いや、あまりにも予想外の盗塁で動揺したんでしょうか。そうか、今ウィリアムスが持っているのはナックル用に細工したボール。だからウィリアムスはホーム以外に投げられないわけか。そう、これが奴の偽ナックルの最大の弱点だ。いい鉄砲は打ち手を選ぶってことわざ知ってるか。What？ 威力のある鉄砲はその分扱いも難しく危険だから、未熟者が使うと打ち手の方が怪我をするってことさ。お前のナックルはそりゃ威力満点の機関銃かもしれねえけど、使ってる人間がよっぽどヘボいのか、暴発しっぱなしだな。おい、敵のイカ様を逆手に取った奇策、勝負師特地とはペテン師を追い詰める。